FM テレビナイトグレイということで、よそみよそみ ?43 歳になりましたね。はい、初のテレビということで、パワーウィークです。はい。はい。パワーウィークでもね、何かこう、スペシャルなことをやっちゃおうということで、今日はですね、はい、テレビプレミアムライブということで、はい、先月ですね、リリースされました、ハイドダイヤモンドアンソロジー。この中からですね、ちょっとこう思い出深い曲を、うん、ここでね、生演奏。テルミ、まあ、子たちのためだけに、はい。そうですね。君のために、はい、歌おうかなと思っておりますが、何をね、うん、歌おうかと、いろいろと悩んだんですが、はい、やっぱり、デビューのきっかけになった曲、その原型がね、もともと僕らが、その、インディーズの頃に、収録した、まあ、カセットテープの中にですね、ジュリアという曲がありまして、このね、音源を、聞いた、X のヨシキさんが、うん、こいつらはすごくこう、オリジナリティもあるし、まあ、ボーカルの声もいいと、いうことで、可能性があるから、どうしてもちょっとこう一緒にね、一回話をして、その、バンドとしての姿勢はどうなのか、見てみたいと、聞いてみたいということで、まあ、グレイにですね、わざわざ千葉の、ね、ライブハウスまで来ていただきまして、まあそうやっていろいろと話していくうちにデビューまでのですね、きっかけをつかむという、そういう本当にこう、僕らにとっては特別な曲が、このジュリアという曲です。なので、そのジュリアをですね、聴いていただきたいと思います。これはですね、後にレインという曲にですね、生まれ変わりまして、ヨシキさんがですね、歌詞を書いていただいてですね、本当にこう、また、そうですね、キラキラしたデビューシングルになったんですけども、まあ、このね、まあ、詩もそうですけども、詩はその拓郎の詩で、その当時本当にね、なかなかこう、うまく、その、バンドが転がらなくて、頑張って、こう、頑張ってやってるんだけど、なかなかチャンスに恵まれないというね、そういうなんかこう、僕らの人生そのものを歌ってる曲です。それでは、聴いてください。ジュリア。いや、でした。うまいもんでしょう。ちょっとキュンとしましたね。そう。これはね、すっごくこのレコーディングしてる時を覚えていて、1日で4曲収録しないといけないという、そういうもうタイトなスケジュールの中で、で、4曲の中でも、今回、その収録されてるのはそのうちの3曲かな、アンサーという曲もそうなんですけども、あとね、その、まあ、当時ね、本当にこう、自分たちが、頑張って頑張って頑張ってるんだけども、なかなかこう、ね、芽が出なくて、すごくこう、悩んでた時代ではあり。で、ちょうどね、まあ自分たちの自習イベントも、いろいろとできるようになってはいたんだけども、なかなかその、音源自体がね、いろんな、その、人たちに届かないという、そういう、本当にこう、苦しい時代の曲ではあるので、まあ言葉一つ一つがね、すごくこう、心が引き裂かれるような、そんな言葉がですね、こう、聞けるという、その当時の、ね、こう、グレーを、まあ感じてもらえるんじゃないかなと思いますね。じゃあこの後もう一曲いきたいと思います。BFM テルミナットグレイということで、43歳初のテルミがパワーウィークということで、今日はですね、スペシャルな一日にしようということで、テルミープレミアムライブをお届けしております。はい。はい。じゃあもう一曲いきたいんですが、さっきのね、うん、まあ、ジュリアという曲は、タイトなスケジュールの中で、本当にね、朝5時ぐらいに歌ったテイクなんですよ。だから、その、音源自体も声がボロボロで、本当に最後声出てないんだけども、でもそれがいいということで、なんかこう、聞き迫るものを感じていただけたようで。うん、で、次この曲をですね、聴いていただくんですが、これは If Hide Diamond と。いう曲がありまして。まあ、こうね、ハイトダイヤモンドのレコーディングに入るときに、やっぱこう、まあ、ヨシキさんに、まあ、見染められたグレイが、今度プロという、ね、舞台で、
輝けるその表舞台で活躍していくっていう、そのなんか夢を持ちながらも、でもインディーズの頃にまだ1枚もアルバムを出してないっていうことに対して、すごく僕らがそのジレンマを感じて、その成り上がり的なものをに見られたら、なんかすごくこう、それまで頑張ってやってきたんだけどもね、なんとなくこう、まあ自分たちのその歴史に傷がつくような、そんな感覚になったので、じゃあそのインディーズのもう自分たちの今までやってきたことの総決算としてアルバムを作らせてほしいということで、今回そのね、ハイトダイモンドと、まあ、デビューシングルが同時し、ね、リリースという形になったんですけども、その中でもその、ね、レコーディングをしていくうちに、まあ、拓郎が、なんか本当に今このハイトダイモンド、本当にこのね、原石なのか、本当にこれを磨いていったら本当にダイヤモンドになるのかっていう、なんかそういう、ね、自分たちの可能性でも、失敗したらどうしようっていう思いがすごくこう入り乱れてる、そんな時期でもあったんで、その時代に拓郎がこう書き上げた曲なので、まあね、あのタイトルのね、ナンバーにもなってますけども、その if っていうこと、もし、うん、本当にこうダイヤモンドで入れるんだったらっていう、そういうね、なんかこう思いも込められた曲です。なんでじゃあここでそんなね、一曲を聴いていただきたいと思います。これもね、あのハイトダイヤモンドっていうアルバムに収録されて、最後にね、収録されてる曲です。まあ本当にこう隠しトラック的なね、要素で入れられた曲なんで、ちょっと聴いていただきたいと思います。じゃあ聴いてください。 If ハイトダイヤモンド。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。本当は続きなんだけどね。ってやつがあるんですけども。それやるとすっげえなくなるんで。いやー、非常に今日はプレミアムな一時。ありがとうございます。本当にありがとうございます。やるときはやるっていうね。決めるときは決めますね。はい。でも、今回ね、こうやって、まあ、アコギ一本で、うん、まあ、披露させてもらいましたけども、意外と曲作りっていうのはこれに近いものがあって、うん、やっぱこう、フレーズっていうものをね、こう、まあ、ずっとこう、じゃあこう、これで、まあ、自分のなんか気持ちいいコードを弾きながら、ララ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 ラ、こうやって次に歌ったやつがなんとなく、あ、これいいなと思ったら、ちょっとこう取っていって、それに言葉乗っけていったりとか、そう、そういうなんか曲作りの仕方をしてると、なんとなくバンドっぽい作り方になるんですよ。なんかピアノで作る人もいるんですけども、ピアノで作るとやっぱりこう、やっぱりピアノの上手な人はいろんなコード進行とかね、セブンスとかいろんなの入ってくるんで、すごくこう、綺麗なメロディーを作るので、なんとなくこう、バンドっぽい感じではなく、やっぱりバンドだとギター一本で作って、書き流しながら歌うのが、やっぱりなんとなくね、バンドっぽい曲になったりもするんですよね。ブリーズもそうやって生まれたんですか？そう、ブリーズも、もともとその最初のコードがあって、で、なんとなくこう、七つの愛を抱きしめて、このワンフレーズが、出た瞬間に、あ、これいいなと思って、それからコード作ってっていう、そうやってもうひらめきじゃないけど、パーって広がるんだね。そう、広がってくる。フレーズから広がるみたいな。そう。なるほどね。だからまあ、ハウエバーとかもね、多分タクロはその当時ギター一本で、なんかこう海外行って、なんかこう自分の本当にこう心と相談しながら、こういろんなことを思いながら書いて、まあこう曲を作ったっていうんだけども、やっぱりその当時ニューヨーク行って、でギター一本買って。で、多分部屋でずっと永遠とこうやって。ね。柔らかな風が吹くこの場所で、っていうこういうフレーズが出てきたんじゃないかなと。なるほど、そうやって広がっていくんだな。ね、いや、めっちゃプレミアムですね。いや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 。感動してます。毎回だもんね、これだけはね、練習してもできないです。
ここまでやったけど続きを今度続きうまくいったらね、披露しますね。でもね、面白いんだよ、ギター一本でね、その音楽の世界がこう広がっていくっていうことなんで。だからね、今アマチュアでっていうかこう、プロを目指してやってる人がね、たくさんいると思うんだけども、やっぱりこう、DTM って言って、コンピューターでね、デスクトップの上の、その、音楽の作り方もやっぱ、今、もてはされてると思うんだけども、ギター一本でね、歌って作るのを俺はお勧めしたいな。うん。まあ、そのコード進行、ね、わかんなくてもいいし、その、単純な3コードしかわかんなくてもいいけども、その3コードで自分の感情をこう、やっぱりこう、ぶつけながら作曲するというね、もう夜中にこう、かき鳴らしながらこう、叫びながら歌う、それをなんとなく自分の曲にしていくっていうのをね、なんかこう、お勧めしたいなと思いますね。はい。ということで、今日はね、ちょっとプレミアムライブということで、2曲、レインの原型であります、ジュリアと。いう曲と、そのハイトダイヤモンドの中でもね、すごくこう、これからの自分たちは本当にこう、磨いていったら輝けるんだろうかっていう、そういう、本当に不安めいたね、思いが詰め込まれてる、曲、If